皆さんこんにちは。銀座山形屋で、企画を担当します横川です。10月の声を聞いてようやく秋の気配を感じることができるようになり、動画をご覧の皆様も衣替えを意識されるようになっているのではないでしょうか。このようなタイミングで、またまた少し早めとなってしまいますが、今回は晩秋から冬の季節におすすめのスーツとコートをそれぞれ1点ずつ、ジャケットとスラックスのコーディネートを1点、合計で3点のご紹介です。それではお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。ではまずスーツのご紹介になるんですけれども、秋の YouTube では、ビジネスメインの正統派のスーツを2着ご紹介したんですけれども、今回は前回のようなネイビーやグレーで素毛の綺麗な織りのものではなくて、別の色柄や素材で表現したビジネス以外のシーンにも対応するスーツをタイドアップするだけではない少しカジュアルな着こなしでご提案させていただきます。お願いします。はい、はい、でご紹介するのがこちらのメランジブラウンのツイード調セットアップスーツです。画面上では無地のブラウンスーツに見えてしまうかもしれないんですけれども、ちょっとこう近づいて見ていただくとご覧になって分かりますでしょうか。ブラウンの濃淡によるメランジになっていて、ただの無地ではないクラシックな雰囲気の複雑なすごく味わいのある色合いになっています。はい、すみません。はい、でこちらの副地はですね、フォープライといって縦横ともに4本の糸を寄り合わせて1本の糸とした糸を使って織り上げられた副地です。でその工程の際にですね、異なる色の糸を寄り合わせて1本の糸とするために非常に個性豊かで奥行きのある色合いとなります。でまた太番手の糸となるためにこのざっくりしたこちらですね、このざっくりした日課の素材感を表現することができます。でこのような服地にカジュアルな着こなしを意識したスーツということで、スタイリングの方は柔らかい雰囲気のあるイタリアンクラシックモデルを合わせています。で、このようにですね、絞りもちょっと緩めで適度にゆとりのあるエレガンスなラインで、リテールの方もポケットをこちらこれですね、この貼り付けのパッチポケットになっていますので、スポーティーな雰囲気でリラックス感を表現するのと同時にジャケットとしての単品使いも意識しています。でスラックスの方もちょっとご覧いただいて、こちらの方ですね、こちらの、内向きの2ブリーツでラインの綺麗なテーパードシルエットパンツなので、ジャケット同様に単品使いにも最適です。で次コーディネートの方はですね、こちらはこの皆さんご覧になって右側の方にはタイドアップの画像が出ていると思うんですけれども、今回の動画の方ではそれ以外ということでこちらタートルネックのニットを合わせてみました。でブラウンとブラックのカラーリングということで、少し前まではあまり見かけない組み合わせで、クラシックな装いではタブーとされてきた色合わせなんですけれども、その反面モードでモダンな印象を感じさせるということで、ここ最近注目が高まっている組み合わせでもあります。でまたこのブラックのタートルネックのニットはシックなイメージで着こなしをピリッと引き締めてくれるので、全体を大人っぽいスタイリングに仕上げることができます。はい、今度はこちらのやはりこの右側の画像の方ではブラウンのグレンプレイドのこちらですね、こちらと の組み合わせでジャケットの単品使いをご紹介しています。でジャケットがですねメランジのこの無地調なので、いろいろなパンツとも合わせやすくて、このようなチェック柄のパンツも非常に相性がいいです。こんな感じですね。はい、はい、でこのチェックパンツの方もパターン&トラウザースなどと言われて今シーズンのトレンドアイテムの一つに数えられていますので、ぜひこちらも一緒にチャレンジしていただけたらと思います。はい、続きまして、ジャケットとパンツのご紹介になります。お願いします。はい、
はい、こちらの、ガンクラブチェックジャケットのコーディネートになります。で、カントリージャケットの代表格で、狩猟クラブのユニフォームとして、好んで着用されたことが、名前の由来になっているパターンなんですけれども、いわゆる、ヘリテージパターンと呼ばれる伝統的な柄がキーワードとされるここ数シーズンなんですけれども、今季はいろいろなアレンジでこのガンクラブチェックがジャケットやコートに取り入れられています。で、千鳥格子やシェパードチェックが2色以上の配色で表現されていて、少しツヤな雰囲気が漂いながらも独特なスポーティー感と男らしさが感じられるチェック柄です。で、こちらの方ですね、ちょっとまあ近くでちょっとご覧いただいて、ブラウン系のグラデーションによるカントリーテイストが強めで、英国らしい雰囲気のあるオーソドックスなパターンです。はい。で、まあ、ただ現在のトレンド傾向に倣って、やや大きめのアレンジが加えられています。で、タッチの方ですね。タッチの方はツイーディーな素材感で、シーズンにふさわしい暖かみを感じさせてくれながらも、目付けを抑えて、ちょうどいい厚みなので、軽快さも感じさせてくれる仕上がりになっています。で、そのあたりが今こそ感じさせてくれる素材になっています。で、スタイリングの方ですね。スタイリングの方は、曲線で表現される優しい雰囲気の、イタリアンクラシックモデルで、先ほどのスーツ同様、絞りの緩やかな適度なゆとりのあるエレガントなラインで、肩周りの方ですね、ちょっとご覧いただいて、で、肩周りの方はリラックス感のある、伏せ閉じで、シャツ式の袖付けを採用していて、こちらも一緒にですね、このパターン柄の持つラギットな部分を上手にバランスしながらモダンな雰囲気を演出しています。はい。で、コーディネート、インナーのコーディネートの方ですね。こちらの方は定番的な組み合わせで、ハイネックのニットを合わせています。で、ただポイントとなっているのはチェックを拾うようなブラウン系ではなくて、このオフホワイトのニットを合わせているところです。で、またこの目が細かくてすっきりとしたハイゲージのニットとホワイト、これ冬場の白はウィンターホワイトなんて呼ばれていまして、まあ、トレンドカラーになったりしていますけれども、このそれぞれの持つクリーンさがカントリーなテイストを持ついわゆる土臭さを抑えてくれて、都会的なリラックス感のあるジャケットスタイルに整えてくれます。で、もちろんニット以外の組み合わせもこちらのジャケット可能で、はい、こういった感じですね。シャンブレーシャツでちょっとアメリカンなカジュアルテイストを加えながら、ウール帯でタイドアップなんていう組み合わせもすごく様になりますので、そういったシーンに応じた着こなしもにも応じてくれるジャケットです。はい。続きましてコートのご紹介です。はい、お願いします。はい、こちらのサスティナブルウールのヘリンボーンステンカラーラグランスリーブコートです。で、コートの方でも今こちら右側ですね、この画像の方ではスーツに合わせたドレスアップのスタイルが、ご紹介されていると思うんですけれども、動画の方では先ほどのジャケットのインナーの上に羽織らせて、少しカジュアルな雰囲気の着流しスタイルで合わせています。で、これもちょっと近くにご覧になっていただきたいんですけれども、こちらのヘリンボーンですね、ネイビーとグリーンのすごく巧みなバランスでミックスされていて、どちらとも言い難い色合いになっています。で、これグリーンが勝ってしまうとちょっとキザな雰囲気になってしまって少し難しいと感じてしまうところがあるかもしれないんですけれども、そのあたりが非常にさじ加減が絶妙になっています。で、グリーンの方もオリーブだったりこちらですね、ピスタチオグリーンだったりと濃淡があってすごく複雑で奥行きのある色合いになっていますね。はい。で、加えて申し上げますと、こちらの素材生産過程で発生して、従来は廃棄されていた切れ端などの部分を集めまして再び糸へと再生して食風へと利用するエコな服地で、銀座山形の SDGs 活動の取り組みの一つになっています。スタイルはステンカラーのラグランスリーブで、最近はコートもタイトすぎない着丈はやや長めなど少し緩やかなシルエットでレギュラーフィットへとトレンドが移っています。で、そんな中でこの肩と袖が一体になっていて、
やや丸みを帯びた袖付けのラグランスリーブと、このボックスシルエット、ボックス型のシルエットは人気の一角を占めるようになっています。でこちらのモデルについてはセットインスリーブのモデルよりもリラックス感があるのが特徴なんですけれども、いわゆる流行りのラグランモデルと違ってそれほど緩い感じではなくて適度なゆとりとフィット感が保たれています。でさらにラグランスリーブの場合ですね、袖の部分が一般的には前身と後ろ身の2枚の山袖というもので構成されているんですけれども、銀座山形屋のオーダーコートのラグランスリーブはここに谷袖と呼ばれるパーツが組み合わされているんですね。こちらをよくご覧いただくと、この山袖に対してこちら谷袖というパーツが加えられています。でこちらのパーツを加えることによって前身頃、こちらのですね、前身頃の形状が大きく変わって、それに連動してこのアームホール、このアームホールを小さくして、この鎌底といわれるこの脇の下ですね、ここを浅くすることができます。でこの結果として、もともとラグランスリーブはこう前後の動きっていうのは動きやすいんですけれども、こう下にこうね、アームホールが引っ張られて、この上下の動きやすさっていうのはなかったんですけれども、それに加えてこの上下の動きやすさというで快適な着心地になっています。どうですか？動きやすいですね、はい。こんな風に工夫されているコートになりますので、そのぜひこの機会にお試しになっていただければと思います。以上、晩秋から冬にかけてのおすすめのスーツ、ジャケットのコーディネート、コートをご紹介させていただきました。いよいよこれから1年でも一番ファッションが楽しい季節が訪れますけれども、私たちにもぜひお手伝いをさせていただけたらと思っています。私も店舗にて皆様とお会いできるのを楽しみにお待ちしています。それでは今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。